三日月は日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、無月型の十番艦である。艦名は旧暦三日の月のこと。艦名は初代上風型駆逐艦の三日月に続いて二代目。1923年度計画艦。1925年2月16日、佐世保にて建造予定の無月型駆逐艦は第32号駆逐艦と命名される。なお、 同日府で、明光型重巡洋艦足柄と、羽黒も命名されている。同日府で、足柄、羽黒は一等巡洋艦に、第32号駆逐艦は一等駆逐艦に、類別された。第32号駆逐艦は、佐世保海軍交渉で、同年8月21日寄港、1926年7月12日、浸水。 1927年5月5日に竣工。佐世保陳府に所属した。1928年8月1日府で、第32号駆逐艦は、三日月と改名された。三日月、菊月、餅月、夕月の六月型4隻で、第23駆逐隊を編成していた。1937年からの品事変により、中市、南市方面に進出する。 1940年11月15日、もちが第30駆逐隊に転出し、同隊より、むつき型、うずきが23駆逐隊に編入された。1941年4月10日、三日月は第3航空戦隊付けに転出した。1941年12月8日以降の太平洋戦争では、第一艦隊第三航空戦隊の所属として、空母、 交渉や随法の護衛任務につき、初戦は内海で待機する。1942年6月上旬のミッドウェー海戦に第二艦隊司令長官、近藤信武中将指揮下の攻略部隊本隊として参加。7月以降は内地と台湾間の戦団護衛に従事する。1943年3月31日、う木型三隻で 第30駆逐隊が再編成された。1942年8月から9月に、ムツキ型、ムツキ、弥生の2隻を喪失していた3 0るは、12月1日付で解体されていたのである。第30駆逐隊は4月1日付で、外南洋部隊と第3水雷戦隊のそれぞれに編入された。この頃の、三日月は3月から6月まで、 サセボ海軍交渉で修理、その後はラバウル方面に進出し、ソロモン諸島における強行輸送任務に従事する。三日月以下第30駆逐隊は、第3水雷戦隊の指揮下にあり、第16駆逐隊、摂風や第17駆逐隊、浜風、谷風等と数々の海戦や輸送作戦に参加することになった。6月30日、アメリカ軍はニュージョージア諸島、 連戸場島に上陸を開始、増援部隊指揮官は、直卒部隊と先行部隊を率いて7月1日、午前0時連戸場島西方に到達したが、米艦艇の姿はなかった。7月2日23時から3日午前1時、秋山司令官は突撃隊、陽動隊を率いて連戸場島沖合に進出、陸上砲撃は失敗したが、米軍魚雷艇2隻を撃沈した。7月5日、 深夜、支援隊、第一次輸送隊、第二次輸送隊は、コロンバンガラ島輸送作戦中に、米軍巡洋艦3隻、駆逐艦4隻と交戦、新月、長月と米巡、ヘレナが沈没し、新月と共に、秋山司令官以下第三水雷戦隊司令部は、全滅した。7月9日17時、外南洋部隊指揮官は、主体、警戒隊、輸送隊を率いて、 部員を出撃、コロンバンガラ島へ進出するが米艦隊は出現せず、陸兵戦2 0 0名と軍需物資の輸送作戦は成功した。7月10日、戦死した秋山少将の後任として、伊集院松次大佐が着任し、慶準、川内に正規を掲げた。新司令部の準備が整うまでの間、第二水雷戦隊が輸送任務を担当することになった。7月12日、 第二水雷戦隊司令官、伊崎俊治少将率いる増援部隊は再び、コロンバンガラ島への輸送任務に従事する。警戒隊は、ラバウルを、輸送隊は、部員を出撃、合同して、コロンバンガラ島へ向かう。同日23時、第二水雷戦隊は、米軍巡洋艦3、駆逐艦10隻と遭遇、コロンバンガラ島沖海戦が勃発する。合戦時、 警戒隊は、三日月、人通、帰還、撤風、浜風、新波、夕暮れという単獣人である。魚雷次発装填装置のない、三日月は、最初の魚雷発射後、撤風以下警戒隊と分離して北上した。米側は、巡洋艦3隻が大破し、駆逐艦1隻が沈没。日本側は、人通が沈没し、伊崎に推薦司令官以下。 第2水雷戦隊司令部は全滅した。1943年7月25日、トラック白地より、第27駆逐隊の駆逐艦2隻が、三日月の停泊するラバウルに到着した。東部、ニューギニア方面作戦輸送に参加するためである。ただし、有明は、機関部の故障により最大発揮可能速力28、ノットであった。シグレは、ラバウル到着後、 レカタ部員輸送任務に従事するため、三日月、有明とは別行動をとっていた。二十七日午前十時、第30区畜隊司令が座上する三日月は、臨時編入された有明と共に、ラバウルを出撃、ニューブリテントを鶴部への輸送任務に従事する。途中、ココボで陸軍兵及び軍需物資をイノシ目的地へ向かうが、二十三時、三日月、 有明とも、グロスター岬49度5回のリーフに、速力26ノットで座礁してしまう。両艦の損傷は重大であった。三日月は、平陰室下部倉庫に浸水、左限推進軸屈曲使用不能、屈曲した右限推進機は午前3時1分に脱落した。有明は、左限後部の座礁により、最大速力6ノットとなった。 有明は28日0時43分マイナス45分離章に成功したため、駆逐隊司令は有明に異常。三日月搭載人員や物資ものした有明は三日月を残地して現場を離れ、6時から7時40分の間鶴部で揚陸作業を行う。一方、ラバウルの第三水雷戦隊司令部も遭難した三日月。 ありけのため救援艦の派遣を検討する。28日午前2時、川内、さつき餅月は救援のためにラバウルを出撃するが、途中で反転式等。代わりに駆逐艦、秋風が現場へ向かうことになった。その頃、座礁現場に残された三日月は燃料や糧食を投棄し重量物を減らして、利章を試みていたが、 無事だった、右元水新宿も脱落して、完全に行動不能となり、10時30分ごろに戻ってきた、有明による救援作業も失敗、13時30分をもって降りた司令は、有明にラバウル機頭を命じた。しかし、両艦はアメリカ陸軍の B-25 爆撃機、約20機の空襲を受ける。有明は、 爆弾3発が命中して14時40分に沈没。三日月には、右元機械室水線近くに命中弾位置があり、横4.5メートル縦1.5メートルの波高が生じたほか、船体各部に被害が生じた。身体不能となった三日月の現状に対し、織田司令は、駆逐艦、秋風の到着をもって、三日月の放棄を決定。三日月、 有明生存者は同感に異常した。戦死者7名、重傷者12名、軽傷者25名、未収容者85名、秋風に170名以上と記録されている。沈没地点南易5度27分統計148度25分、南易5.450度統計148.417度、マイナス5.450148.417。8月2日。 深夜、駆逐艦2隻が鶴部に到着。鶴部港の便では7月28日に座礁沈没した三日月を調査するため調査員4名が便乗しており、有明生存者のうち56名はラバウル駅等する港風、小風に便乗して鶴部を離れた。10月15日、三日月はう木型駆逐艦第30駆逐隊帝国駆逐艦席。 それぞれから除籍された。10月24日、姉妹艦、餅月も撃沈され、第30駆逐隊所属の駆逐艦は次々に喪失した。艦長たちの軍艦誌259から260ページによる。一の生えた中佐、1926年12月1日から1927年3月1日。 一ノ瀬瑛太中佐、1927年3月1日から1927年11月1日、山中純一中佐、1927年11月1日から1928年5月7日、石戸雄造中佐、1928年5月7日から1928年12月10日中、丸尾義造中佐、 1928年12月10日から1929年11月1日、西村昭司少佐。1929年11月1日から1930年11月15日、岡野慶三郎少佐。1930年11月15日から1931年1月8日、佐藤敏美少佐。 1931年1月8日から1931年12月1日、岡野慶三郎少佐。1931年12月1日から1933年11月15日、篠の勝月を賞作。1933年11月15日から1934年11月15日、小西かな部少佐。 1934年11月15日から1935年11月15日、金岡国カ少佐。1935年11月15日から1937年1月15日、田口翔一少佐。1937年1月15日から1938年5月20日、大島一太郎少佐。 1938年5月20日から1938年12月1日宿大、高志少佐、1938年12月1日から1939年4月1日、浜中周一少佐、1939年4月1日から1939年6月24日、杉岡美幸きな佐、 1939年6月24日から1939年10月10日、杉谷長秀少佐。1939年10月10日から1940年1月6日、島新少佐。1940年1月6日、坂本恒雄少佐。1940年11月15日から1941年8月20日、前田保少佐。 1941年8月20日、山崎二太郎少佐、1942年8月5日から、ありがとうございます。